ペニー・ダイは、マレーシア華人出身の女性シンガーソングライター。台湾を拠点に、中華圏でソロ及びバンドで活動する。発火系。学生時代の1995年から始めた音楽創作は、多くのコンクールで賞を獲得し、その後は創作グループの指南役も務めている。作詞作曲はもとより、ミュージックビデオの監督や CD ジャケット撮影なども行い、それらは自身の作品だけでなく他のアーティストのものも手掛けており、特にミュージックビデオでは、彼女が監督した2008年の片明の風メガボルトと片大道の黒白メガボルトの2本が、第20回台湾金曲進むで最優秀ミュージックビデオ賞に同時にノミネートされたこともある。さらに4歳から始めたバレエはアマチュアバレエの教育を行うほどの実力があり、自身のミュージックビデオにも活かされている。楽曲はデビューアルバムに収録の第15個耳道をただ1曲の作詞を除いてすべて自身で作詞作曲しており、編曲も多く手掛けている。その作風は様々なジャンルを取り入れ、極めて叙情的なものから前衛的なもの、あるいはコミカルなものまで多岐にわたる。また、2011年には、ソロ活動とは別に、ロックバンドBuddha Jumpを結成し、バンド名義によるアルバムも全楽曲をペニーが書いている。2013年には、音楽制作を行う独立レーベル、学物を立ち上げており、CD の発行元であるメジャーレーベルは代理発行の形になっている。2014年、第25回台湾金曲進むにおいて、アルバム、純属以外を対象に最優秀女性歌手賞を受賞。2015年、第26回台湾金曲進むにおいて、Buddha Jumpが最優秀バンド賞と、楽曲、G-Musicを対象に最優秀編曲歌賞を受賞。仏飛べ賞Buddha Jump名義のアルバムすべて、ネット配信のみのリリース。G-Music対杯個人資料第20回台湾金曲、賞ノミネートリスト台湾文化部影氏及び、流行音楽産業局、対杯ドン喫原料組仏飛べ賞楽団台湾。品歌日報2011年7月29日、イエッセージや。純属以外、Buddha Jump Facebook 基本データ。第25回金曲、賞受賞者リスト台湾文化部影氏及び、流行音楽産業局第26回金曲、賞受賞者リスト第26回金曲、賞公式サイト第26回金曲、進む受賞式レポート式典編フォーカス台湾2015年7月2日、イエッセージや。Just Sing It コンセール英文解説部分参照。ありがとうございます。